厳選ニュース、海外の反応、国内の声をお届けします。太う、卑屈、世界にどう見られるかのみ気にして、ウクライナに対する韓国の冷淡さが際立つのはなぜか。あれはロシアと敵対する覚悟がないだけでなく、ゼレンスキー大統領は韓国国会でもロシアの侵略を非難したが、このオンライン演説を傍聴した議員は2割弱にとどまった。起立しての拍手もなかった。韓国観察者の鈴沖隆氏があれの異質性を読み解く。なぜかの国人はウクライナに冷淡なのでしょうか。鈴沖、ロシアと敵対する覚悟がないからです。かの国人にとってロシアの前身たるソ連は一貫して安全保障上の脅威でした。半島演奏で直接戦ったのは北と中国ですが、その背後にはソ連がいた。正式に参戦しなかったものの、北の識別マークをつけたソ連空軍機が日常的にアレキと空戦したのです。半島演奏の後も領空を誤って侵犯した大韓航空機がサハリン付近でソ連の航空機に撃墜されました。1983年9月のことです。日本にとってもソ連は脅威でしたが、日露戦争に勝っています。この差が決定的なのです。勝ったことがなく常に圧迫されてきたかの国人はロシアを敵に回すなどとは思いもよらないのです。でもロシアの蛮行を許せば中国の台湾あれを誘発しかねません。鈴沖、それは日本人の発想です。かの国人は中国を念頭にロシア批判に乗り出せば中国も敵にすると考えるのです。台湾へのあれを形成するよりも中国に嫌われないことの方がはるかに重要なのです。あれは中国との演奏にも勝ったことはありません。新羅と党の戦いでは勝ったことになっていますが、韓国の国会議長以下8割の議員がゼレンスキー演説に参加しなかったのはある意味当然です。参加者名簿に載れば後で中国やロシアからいじめられるとかの国人なら恐れます。だったらそもそもゼレンスキー演説など受けねばよかった。鈴沖、かの国には3月中旬ごろウクライナ政府から演説の打診があったようです。が、国会は混乱を恐れて相当に逡巡しました。先に引用した世界で24番目と遅さを批判したキョンヒャンの記事、演説を推進中と報じられた後ほぼ3週間経ってようやく実現したとも書きました。逡巡も暗に批判したのです。かの国に住むウクライナ人のドミトロウィ氏は中央日報の、私は臆発する、ムン氏と考え方が異なるユン氏、平和叫んで演奏を起こされた、ウクライナの現実を直視すべき、4月4日日本語版で、共に民主党の反対でゼレンスキー大統領の議会演説が一旦は取りやめになったと書いています。しかし主要国の国会でゼレンスキー演説が相次いで実施され、ことに3月23日には日本でも開かれた。そこで韓国の国会は日本に負けるわけにはいかないと考え、一度は断ったか返答を保留していた演説を韓国側から改めて申し込んだのです。要はすべて見えなのですね。鈴沖、その通りです。ゼレンスキー演説を開いたのも見え、議員が集まらなかったと嘆くのも見え、それをロシアに利用されそうだと慌てるのも見え、世界中の人々がロシアの侵略をどうしたらやめさせられるかを考え行動している時に、かの国人だけは自分が世界にどう見られるかを気にしているのです。ウクライナにすれば迷惑な話です。国の存亡がかかっている時にろくに助けてくれるわけでもないかの国人の見栄のために、大統領のビデオ演説を作って送ってやらねばならないのですから。以上、
ネットの情報。以下、日本国内ネットの声。鈴沖さんも容赦ないな。韓国にとっては無慈悲な鉄槌。中国にもロシアにも敵対する覚悟も勇気もない。千年あれの歴史の中で身に染みついた時代主義なのでしょうな。あれだって演奏で一度も勝ったことがないからだよ。精神的パラレルワールドでは連戦連勝。何言ってんだよ。ハントウェンソンは引き分け中だぜ。ハントウェンソンは国連軍 VS 北と中国人民解放軍の戦いやで。韓国軍なんて敗走に次ぐ敗走だし、あれは停戦協定の当事者でもない。ハントウェンソンはソ連に先導された北が侵攻し発生したのに、ロシアや中国にも尾を丸めて標準を誓う腰抜けかの国。こいつらソ連が北に提供した T-34 やMiG-19 でどれだけのかの国人が荒れされたと思っているのかな。あれにあれあれをした。北や中国に媚び、あれ支援をしたロシアにひれ伏して演奏もしていない日本に対して反目するという異常民族。ソ連が沿道は話が逆だ。キム・イルソンの悲願が北による半島統一。結局スターリンが T-34 を要求通り北に供与し、南進が始まった。ハントウェンソンで活躍した航空機はMiG-15。開戦半年後に投入されて、休戦まで飛んだ。エンジンは英国ロールスロイス。後退翼はドイツの発明品だが、国連軍は最新鋭の F-86 を投入するまで対抗できなかった。韓国軍は親日派認定された。大日本帝国で教育された軍人以外は全くのデクノボー。都合の悪いことは思い出したくもないのだろうよ。日露演奏だが、日本人が大勢インで半島をロシアから救ってやった。日清演奏で清から独立できた。日本は半島のために過去2回も大戦争しとるのに、日露演奏って控えめに言って引き分けだよね。その後のロマノフ朝がどうなったのかを考えれば、普通にロシアの完全敗北だろ。あのつてそれまで万年あれで常に強い方にすり寄り、足をなめるような外交をしてきたんだから察してやれよ。あれで見栄を張ってウクライナの炎上へ向かった義勇兵が全てを表してる。怖くなって逃げ帰った姿が韓国という国を表してる。強い者には媚びへつらい、弱い者を虐げて越にいる民族は不当卑屈でロシアに媚びへつらってるから、ゼレンスキー大統領の時でも支援するポーズだけ見せて何もしないんだよな。欧米の先進国がみんなゼレンスキーの議会演説を開催してるから、先進国コンプレックスの塊のかの国人もやりたくなっただけ。いつも通り形から入るだけで中身が伴ってないかの国流処世術。むしろ韓国みたいな疫病神はロシアに味方してくれた方が世界の平和のためになるだろう。以上、日本国内ネットの声。ご視聴ありがとうございました。今回の動画はいかがでしたか。この動画の情報や内容にご共感いただける方、今後の動画をご期待いただける方は、画面右下のグッドマークをクリックしていただきますようお願いします。また、一言でもコメントをいただけたら、ありがたく存じます。ただ、ヘイトとみなされる文言は、YouTube からブロックされますので、ご注意ください。最後に、チャンネル登録と通知音をお願いします。チャンネル登録していただきますと、登録済みの横にベルマークが表示されます。そのベルマークをクリックすると通知オンになります。これでこのチャンネルが新しく動画投稿したとき、その情報がすぐにご連絡できます。どうぞよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。
次の動画もぜひご覧ください。画面左はこのチャンネルでご覧いただきたい動画です。クリックしていただくとご覧いただけます。画面右はこのチャンネルの最新動画です。もしご視聴がまだでしたら、ぜひご覧ください。